今日も届けよう命の言葉、うん、文殿チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。命の言葉社の岡ムーです。今日も、お茶の水店に来てるんですけれども、すごいクリスマスの飾り付けがもうされてますよ。あそこに店長がいるのでちょっと聞いてみましょうか。アリちゃん、すごいじゃないですか、この飾り付け。はい、メリークリスマス。どうですか、このクリスマスの飾り付け。綺麗ですよね。綺麗ですね、うん、いや、アリちゃん頑張りましたね。頑張った。これ飾り付け、私、はい、自分でやろうと思ったんですけど、はい、ちょっと商品点数が多すぎて、はい、ちょっと案の定私パニックになっちゃって、またパニックに。そうそう、すぐに、はい、本社の用品部の方に電話して、はい、ちょっと助けてくださいって電話したら、用品部の方2人駆けつけてくれて、2人がすごい全部並べてくれました。え完全にアウトソーシングです。完全アウトソーシング。なんでもう気づいたらこんな綺麗になってました。すごいですけども。これは用品部の方が頑張ってくださった結果なんですね。はい、はい、すごいと、賜物です。すごいですね。なんで、店長なんですけど、はい、あれ、どこに何があるのかさっぱりです。店長なのにわからないですか？え、その日いなかったんですか？バックヤードでずっと経費精算してました。店長の仕事を。はい、すいません。じゃあ、なんで私今日こうして呼ばれたんでしょうか？グッズを教えてくれるというのがオカムなので、ちょっと教えてもらおうかなと思って。私はまたそのために言われてきたわけですね。はい、そうです、そうです。なるほど、はい、ちょっと教えていただいていいかな。はい、わかりました、はい、じゃあ今日も、私の方から紹介したいと思います。はい、はい、じゃあ早速紹介したいと思うんですけど、はい、ちゃん、わかんないのどれですか？これさ、はい、すごいさ、雪がさ舞ってるんだけど。あ、これすごい綺麗ですよね。なにこれ？これ LED のライト置物っていうので。かわいい。3つぐらい今出てるんです。これよし、玄関とかリビングとかに置いたらすごいクリスマスのムード高まりそうですね。そうですね、これ置くだけでクリスマス感が出ますね。あ、これ売ります。ぜひ行ってください。今、あ、夏季厳禁のお店に誰がろうそく置いたんですか、これ。これはろうそくです。よく見てください。え？え？あ、熱くない。そうです、こちらLED ライトのろうそくですね。そうか、じゃあこれは安全ですね。そうなんです、これ安心なので、ろうそくの火がちょっと危ないなっていう時でも使える、すごい素敵な。あ、なるほど、じゃあキャンドルサービスの時とかもこれを置いて安全だし、ムードも高まると。そうです。なるほど、こんなのも売ってるんですね。はい、自分の店ですけど今気づいてる。ラグジュアリーライト。ラグジュアリーライトなんですね。はい、あ、はい、次はどれですか？この卵ちゃんたち。あ、はいはい、はい、ちょっと今までとデザイン違くないですか？そうですね、今までのはこっちが定番なものだったんですけど、なんかこれイエス様とヨセフとマリアがリアル。そうですね、結構リアル調で、ちょっと高級感がちょっとある、ね、ちょっと弊社じゃないみたいな感じですけど。幼稚園でも結構人気の、はい、こういうのにも手を出し始めましたね。あ、でもこれは可愛いですね。だからこれもいいし、これもいいし、ね、うん、この卵もなかなかプレゼントにいいんじゃないでしょうか、はい、うん、気づいちゃいました。このアドベントカレンダーたちの中に光ってるよく気づきましたねものがありますね。はい、これいいですね。これはろうそくの火が後ろからまたたいているライトはね。だってこれさ、夜空が光ってて、 うわ、おしゃれ。これが、まあ、ピクチャーライトっていうもので、うんうん、まあ、4つぐらい出てるんですけども、うんうん、そのうちの2つですね。あ、これいいですね。子供も喜びそうだし、部屋に飾ってあったらクリスマスムードが高まりそうです。はい、これもまたクリスマス感満載の。おー、ちょっとやっと今ね、やっと、やっと理解が、うちの店いいもの売ってんじゃないか。やっと分かってきました、自分の店の価値が。あ、お客さん、すごいいいもの置いてあるんで、ぜひ、はい、お茶の水店に遊びに来てください。はい、実際に手に取って見れるのはお店だけなので、うんうん、ぜひご来店いただければと思います。じゃあ本紹介ですね。はい、萩ちゃんからの本紹介したいと思います。見てみよう、ベンデン。はい、本日も萩ちゃんにおすすめの書籍を5冊紹介してもらいます。本日はもうすぐクリスマス、クリスマスに送りたい書籍5冊を紹介したいと思います。今回もたった5分なので、ぜひ最後まで聞いていってください。まずはこちら、100万人の福音別冊クリスマススペシャル、暗闇に輝く光です。100万人の福音の歴代のクリスマス号から、
好評だった企画を集めた電動用サッシトラクトです。面白そうですね。どんな企画があるんですか？クリスマスの本当の意味を伝えるクリスマス Q&A、 神様の愛を伝える漫画喫茶ホーリー、さらにクリスマスのディナーを彩るイタリアンのレシピ、もちろん降誕の希望を伝えるメッセージもあります。ボリューム満点ですね。お値段は220円。一人でも多くの方にお届けできるようにお求めやすい価格になっています。キャンドルサービスで配るトラクトとしておすすめです。クリスマスの基本の木。続いてはこちら、私の聖書物語です。創世記から黙示録まで140のお話を読むことで聖書全体の壮大な物語を理解する小学生以上対象の絵本です。イザヤ書、ダニエル書、エズラ記、マラキ書など教会学校ではなかなか扱わない内容もフルカラーで楽しく読めます。難しい聖書箇所が神が描いたシナリオの中でどういう意味を持っているのか理解でき、大人が聖書を読む際の助けにもなります。教会学校で毎週1話ずつ読んだり、寝る前にお家の方と一緒に1話ずつ読んだりすることもできます。クリスマスプレゼントや教会図書にもおすすめです。聖書大好き。続いてはこちら、チャン・マウアイさんのキングオブキングスです。香港で活躍する漫画家が描くキリスト伝漫画です。第1巻である本作はヘロデ時代のエルサレムを舞台に王の王であるキリストの降誕を描きます。聖書漫画はいろいろありますが、この本はどんな特徴があるんですか？はい、一つ目はキャラクターデザインです。劇画タッチのデザインが聖書の登場人物の特徴をよく捉え、読者を感情移入させます。二つ目はストーリー。ハスモン王朝の支配も丁寧に描くので、当時のユダヤ人がいかにメシアを待ち望んでいたかが分かります。なぜクリスチャンはキリストの降誕を待ち望むのか、聖書入門者にもよく分かる内容でおすすめです。王様のご降誕。続いてはこちら、星野富弘さんの新版言葉の雫です。今年78歳で天に召された星野富弘さんの言葉に、奥様の雅子さんの写真を添えたエッセイ集が待望の再版です。こちら星野さんの葬儀で雅子さんが思い出の一冊として紹介していた作品です。舌を噛み切ったら死ねるかもしれないと思った、食事をしないで餓死しようともしたが腹が減って死にそうだった、死にそうになると生きたいと思った、体には傷を受け確かに不自由ですが心はいつまでも不自由ではないのです。こういった心に迫る言葉がたくさん載っています。大切な人へのギフトにいかがでしょうか？最後はこちら、本田守さんの日めくりひとりこ展、ゆっくり出ておいでです。本田守さんの温かい絵と詩、そして聖書の言葉が載った31日分の日めくりです。作者が病に倒れていた時の経験をもとに、ひとりぼっちでこ展と横になっている方にゆっくり休みなさいと優しく包んでくれる神の愛を伝えます。病気で思ったことができない、引きこもりで社会に出られない、そんな焦りや不安で苦しんでいる人も本田さんの絵と言葉をきっかけに主にあって平安な気持ちになることができます。説教っぽさがなくノンクリスチャンでも抵抗なく読めます。お見舞いのギフトにもおすすめです。ゆっくりで大丈夫。皆さん、今回ご紹介した商品いかがでしたでしょうか？欲しいと思われた方は概要欄にある URL からお買い求めいただけます。そちらから命の言葉社の公式通販サイト WINGS のページに飛びますので、一冊から送料無料でお手軽にお買い求めできます。ぜひご利用ください。ところでおかむ、はい、今月の命の言葉社の人気ランキングを教えてもらってもいいですか？はい、今月のランキングはこちらです。皆さんが読まれた書籍はランクインしておりましたでしょうか？また次回のランキングもお楽しみにしていてください。文殿チャンネルでは皆様の信仰生活に寄り添う情報を楽しくお届けしています。チャンネル登録、高評価、コメントをお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。約束の未来へ。